こんにちは、柴田です。今日はですね、普段どんな練習してるんですかっていう質問がですね結構あるのでお答えしたいなと思いましてですね、練習用のタブを1個作ってみました。まあ、今回ですね、おすすめっていうわけじゃないんですけれども、指をですね分離させるようなトレーニングというかですね、いつもテレビを見ながらとかやっているフレーズをですねちょっとタブ風にしてみました。まあ、これのいいところはですね、まあ、ぶっちゃけ思考回路が停止してても運動になるというかですね、まあ、指を分離させるための練習なので考え事は一切いらないと。まあ、そこが唯一の利点かなっていうところで、まあ、テレビ見ながらとか、僕お酒飲みながらとかっていう時にですかね、適当に弾いてますよっていう風な感じのフレーズです。めちゃめちゃ地味なんで、これだけをこう一生懸命やるとかっていうのではなくて、まあ適当な感じの時に弾いてみたらいかがかなという風な感じのフレーズです。じゃあ早速やっていきます。2弦の7フレットからですね、オルタネートピッキング、地味すぎるっていう風な感じなんですよね。地味。といった感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあ本当に地味で、まあこうやってみたいな感じでですね、こうもう喋りながらとかでもいいですし、家族との団らん中とかでも構わないですし、何かをやろうとしてる時ではなくて、リラックスしてたりとかっていう時にやってみてはいかがでしょうか。まあこれによってですね、指がですね、まあ若干分離しやすくなってくるというか、別々に動きやすくなってくるっていうところが、このフレーズのいいところかなと思いますので、ぜひぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。